え、業果店も非なんですか？え、業果店も非だよ。業果店も非でやる人だったんだ。え、何その言い方。あれ？あれ？なんでだよ。業果店も非なんですか？業果店も非だよ。え？特別な理由がないのに非でしかやんない。え？別に？え？ちょっと問題出ました。1000g で1目だったら何度？ 5.12？ですよでしょ、まあ、マイナスか正確に言うと凝固点だからまあ別にいいけど、はい、で今の溶質に揃えて溶媒量に揃えるとでその時にこれ1モルのままやると濃度が変化するから濃度を変化させないように 0.1 モルにしてマイナス 5.12 にしてであとこれ固定してここで引っ張りあそういうことかで 0.5 あ 0.40.4 マイナスになるためには N 倍なんでこれ N だね。あ、終わりです。で N が出れば質量の方であの物質は出る。はい。まあちょっと取り方があれですよ、ね。ここあの普段の引きと取り方が違うんで、ここがこの変化の仕方が濃度変化をしないように。取るっていうちょっとあの仕方で取りますけどね。濃度変化なし。で濃度変化なしで取るんで、あの濃度が変化しないってことはここの値がそのまま維持される。普段の日は全部あの一斉にずれるんですよね。見てみよう。いや十分の一倍してたら十分の一倍やんけじゃなくて。そう、あの、あくまで溶媒量に向かって揃えにいってるっていう感じ。同じ効果が得られるために、要は指定されてる、これと同じ効果が得られるような、濃度をまず出してる感じ、イメージとしては。で、あとはその後、引いて。